はい、5番、番。織田信長軍を一瞬で壊滅させた蜷川、住倉一族の綿密な脚本演出っていう、あれよ。まあこれ前も言うたけどな、結局これのストーリー、脚本、演出、かなりこれ凝ったあれやったなっていうことよ。これだけ綿密に計画して、ほんで人間心理をこう理解して、こういうふうに動かそうっていう配役がいっぱいあるんだよ。その結局は信長がまあ主人公というかあれで、ほんで明智光秀っていうんを最後犯人に仕立て上げて冤罪じゃわよ言うたら、ほなけんど実際に動く人はまあ誰にしようか、やっぱり明智光秀が殺すっていうことやけん、ほなけんその一族の、斎藤一族、それを使おうって。で、斎藤一族も俺らの仲間やけん、ほなけん次はとか言うて、もういっぱいおって、これで何て言うの、徳川を脅すわけで、お前実は嘘ついとるんだろうって、それをもう織田信長知っとるみたいでよっていうふうに、ほなけん今度あんたやられるってよ家康さんって、こうしたら家康も、あ、織田信長のあれの性格だったら俺ほんまやられてしまう、やられる前にやらんとっていう、こういうふうなこう心理状況もちゃんと把握して、それで周りからこう綿密に計画して、それで最新の爆弾、イエズス会からそれも調達して、で本能寺を爆発させたで、そしたらもう一瞬よ、こういうことをやるやから、だからかなりのまあ豪商、お金もあるし、当然銀とか自分たち金とかを本領仲間やけんな、傘下の仲間、こういうふうなのを使うて、もう十分なまあ根回しもして、で行動を起こして全体をこう一つのドラマじゃないけれども、それを仕立て上げて最後坊主集団つこて、で全国にこうやったのは、明智光秀、私らの恨みを晴らしてくれたいう歌みたいな形で全国にもうその歌をね広めて、だからみんな思うわよ、ああ織田信長やっつけたんは明智光秀、その恨みがすごかったんやな、これ一は家天下だっていうのもね、まあ秀ほう吉なにん殺されよ、たっていう。そうなんよ、まあけ秀吉とかも騙されとったし、言うてみれば家康もまあ騙された方なんかもしれんよね、もしくは結託しとったのか、まあある程度もうお前松平だっけ、なんかの成りすまししとったっちゅうのはもう分かっとるんだよっていうふうな、そういうふうな歴史的な背景がある、そういう人たち一族が日本をコントロールしていた、それも外国のそういうイエズス会とかと結託してやっとったっちゅうことが分かってきたっていうわけや。これは日本の9.11テロみたいなもんよ。やっぱりここの金融マフィアの輩が分からんと、おお、あれやなっていう。ちょっとなんかここに一つ入れて
入れてあれすれば出てくるんじゃない。ああそういうことね、うん、でこれはもういいのそれで。うん、それで、まあ詳しい内容はここの、エントリーにあげましたところを見ていただければわかるかと思います、うん、はい。それでね、それとはまた別のあれなんだけどね、うん、TPP の参加反対について、うん、次期衆院選へ共同公約案野党6党1会派ということで、うん、国民の生活が第一、社民党、新党絆、新党第一、新民主、減税日本、新党日本、うん、改革無所属の6党1会派は、うん、次期衆院選に向けた共同公約の骨子案を作成したと。で、焦点の環太平洋連携協定 TPP については、うん、交渉参加に反対する方針を明記した。ほほ、次期衆院選で TPP の賛否を争点に、据えることで、民主、自民両党に真っ向から対決するのが狙いと見られる。おお、すごいな。だからまあこうやって一つ一つの政党は小さな政党だけれども、うん、まあ一緒にこうやっていこうっていうことでね、うん、まあ国民の生活とか国民の命を守るっていうことで、やっぱりこういう方を向いてね、一緒にやっていくっていうのがとってもいいなと思う。ほんで共産党やはそれに反対しようよ。もう俺たちは自分らのやり方、あんたらオリーブの木やあかんって、うん、なイタリアでもどないなったんでって言うてな、うん、こういうことをまた言うんよ。もう共産党、まあなんせ結果的には自民党側っていうか金融マフィアの左手やけん、うん、けん皆さん騙されないようにしましょうね。なんか入れて、なんか入れて、ああそれでは終わります。はい、そしたら一つ、今日はこれで終わります。はい。会見中継の時、PC とカメラの電源はどうしていますか？小沢会見で現場の事務所員に電源を使うなと山崎さんとタンタンさんが言われたらしい。会見中継の時、小沢さんの会見のことなのかな。ああ、僕たちは小沢さんのあれは事前にやっぱり断って、そうそう、あの時もあれだったね、あのホテルニューオータニでやった時も、僕が行ったら、あの電源報道陣のところにっていうか、うん、だから僕が交渉したで、うん、すいません、僕たち、まあ、メディアなんやけれども電源が必要なんですよって言ったら、まあどないしょ、私たちは皆さんと平等にやるためにあえて提供はしてないんですとか言って言おったけれども、まあ渋々というか、まあ岩上さんのところにおったかな、うん、で僕は言うたら、もう渋々もう支配人の人が来て上から、うん、それじゃあ1系統だけこれを皆さんでお分けくださいっていうんでやってくれたけどね、うん、まあだからあれは交渉するしかないと思う、うん、そこの現場の人と、まあだからその現場の事務所っていうのがどこなのかあれなんだけど、やっぱり小沢さんの会見の場合には非常に市民メディアが今までも小沢さんを応援してきたっていうことで、やっぱりそこのところの配慮はしてほしいなっていうふうに思う、ね、そうだね。ほんでまあ僕やはいつも絶対に欠かせないのが、この、バッテリー、うん、これで 2,3 時間は持つけんな、うん、これは使ってますけれども、まあ一般的に長時間やる場合はね、うん、やっぱり電源持ってないとパソコンでこういろいろね、うん、すぐにあれメッセージ出したりするのには必要だから、うん、まあぜひそういうところの理解をしてもらうようにね、うん、まあお願いするしかないと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。